打ち合わせ始めるよ。打ち合わせ始めますよ、皆さん。始まりました。皆さん、打ち合わせ始めますよ。こんばんは。すいませんね、18時っていうちょっと中途半端な時間で。ここがちょうど打ち合わせができる時間だったんです。こんばんは。ありがとうございます、フォロー。授業だった、お疲れ様です。こんばんは。もうこれ以上みんな来ないかな。まだ来るかな。そう、皆さんにごし、あの、相談したいことがあって、私4月から「ハネムーン・イン・ベガス」というミュージカルやるんですよ。なんか自分の事前にインスタグラムで皆さんのご意見いただいた時にはやっぱり非常に多かったのが見るもの防止ね、アクスタ欲しい、香水とか、アクリルスタンドも非常に多かったですね。帽子欲しい、雪が降るから傘が欲しいよ。これ販売する時期が4月、5月。夏前、今みんな見るもの帽子で結構テンション上がってるから、見るもの帽子、見るもの帽子って手袋って言ってるけど、季節夏前ですけど、本当にみんな買う？タオルとかどうか。タオルって結構ライブで作ってるからね、せっかくだからなんかあんまりないもの作りたいけど。香水ね。あとやっぱり香水とかリップクリームとか、それこそハンドクリームとか、結構こう作るのに時間がかかるから、そういったちょっと、なんだろう、時間がかかるものになっちゃうと、小さいとでみたいなことになっちゃうかもしれない。ハンカチ、コップ、ハンドクリーム、麦わら素材の夏仕様にしたら、だって麦わら素材の夏仕様でこういう角感出せるの？今グッズ担当の方々も実際に今目の前にいらっしゃいますから、皆さんの意見が本当に採用される可能性ありますからね。ちゃんとネックレス、ネックレス重たくない？その重量的な問題じゃなくてマインドよ。猫の麦わら帽子って意外といるんだね。インスタグラムの事前に聞いたやつでもトートバッグは意外と多かったね。その難しいのがさ、デザイン問題。トートバッグのデザイン、ハネムーン・インベガスのロゴは多分使えないんですよ。カラコンだって、カラコンなんて初めて見た。カラコン、
どうなの？難しいよね、多分。あれってだってそもそもね、病院に行って検査してもらってみたいなところで買うものだから。伊能さんの顔でいいんやで。だって俺の顔もなんか 3D マスクといらなくない？真剣に考えてる？みんな目の前にグッズ担当の方いらっしゃるんだよ。フォローありがとうございます。ステッカー、まあ、ステッカーは全然作れますよ、正直。シールね、シールは全然作れる。箸、箸、なんか前浜崎あゆみさんがねライブのグッズで出されてましたね。お箸、メガネ拭き、スマホリング、スマホリングもいけるっちゃいける気がするな。タンブラー、そうね、やっぱハンドクリームとかその美容関係、化粧品関係はまだちょっと普段使いできやすいのがいいなって。みんな普段使いできやすいのって何？どういうの？例えばぬいぐるみキーホルダー。ぬいぐるみはね、多分ね納期ギリギリだよね。いけるの？ぬいぐるみいけないでしょ。ぬいぐるみ結構大変なのよ、あれ。ジャンプのやつも頭までにはもう準備できてなきゃいけないってことだから、まあ、作れるものがこう一個ボーダーラインが引かれるというか、ここまでだったら作れるよみたいな形になるのかな。それがもしも EC サイトでの販売が可能だったらもうちょっと後ろ倒しにできるから、それこそ要は受注しての注文が可能かどうかっていうところがちょっとまだ不透明だから、その辺はちょっと確認して次回の打ち合わせまでにまとめていきます。伊能ちゃんのマネキンだって。マネキン作れる？マネキン無理そう。原寸大ポスター、それは作れそうだね。紙のものだ。みんなもちろん持ってますよね。スティッカーメモ持ってる。
これは全然作れますよ。懐かしいだって、欲しいだって、うん、ボールペンとかも作れると思うけど、ボールペンみんな使うの？文字書かないでしょ今みんな。通信環境大丈夫そう？こちらは大丈夫ですけど、そちら大丈夫ですか？学生は全然文字書くよ。そうですよね。僕も学生の頃は書いてました。でもボールペンじゃなくてシャーペンとかで書いてなかった。チケットホルダー。インスタの投稿っぽいフォトカードだって。フォトカードは作れると思うよ普通に。フォトカードは多分作れると思うから、そのフォトカードのデザインをインスタの投稿っぽく作る、それは全然ありだね。可能性としてはある。ブックカバー欲しい。ありすぎだって。ウォーターボトル、リュックサック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 って、リュック背負うの？結構意外とみんな欲しいものあるんだね。みんな物欲あるタイプなんだ。だから物欲爆発してるだけって優しいね。嫌じゃないよって優しいんだね。みんな口紅欲しい、まあ、口紅はリップと同じぐらいかな。だからまあ一応確認はしてもらうから、まあ、次回の打ち合わせの時にもしかしたら、まあ、OK です。モバイルバッテリー、モバイル充電器とかね。あ、洋服だって。洋服ね、洋服ね作れるかな。まあちょっと洋服も確認してもらいます。確認してもらうんで、ミルモ帽子も一応確認してもらってる。確認してもらう。だけど季節感の問題をみんな考えてほしい。
発売夏前だよ。今ライブ終わった後だから見るもの帽子のテンション上がってるけど、夏までその気持ち保てる？カラオとかもいけんじゃない？意外と。タンブラーとかも多分いけるよ。水筒とかもいけるよね、多分。値段意外と高くなりそうな気がするけど。あ、パジャマ。パジャマ出た。パジャマね。俺はパジャマちょっと作ってみたい。でも、洋服を作る上での問題点が一つが、要はみんなそれぞれ体のサイズ違うじゃん。ワンサイズだけで、ワンサイズだけで誰に合わせるかっていう問題になるじゃん。もちろん僕の気持ちとしてはみんなの体のサイズに合わせた、ね、みんなが着れるサイズ展開取り揃えたいよ。でもそれはやっぱりちょっとさすがに難しいって話になった時に、誰に合わせるのかって、俺じゃない？俺にぴったりのサイズの服。あ、でも伊藤君に合わせればサイズって言ってるわ。だから俺にジャストサイズの、まあ、パジャマとか、まあ、パジャマ、スウェットなのかっていうのはちょっと作ってみたいなっていうのは、一応このインスタライブをする前に私一人で打ち合わせももちろんしてて、その時にはちょっとそのお話もしましたね。だから、まあ、それもちょっといろいろ、まあ、そもそも間に合うのか問題とかがあるから、ちょっとその辺も確認しなきゃいけないことがたくさんあるから、ちょっとまた次回の打ち合わせで可能かどうかっていう。日野君は何が作りたいの？これはね、パジャマ。ちょっと確認しないといけないから、ちょっと、ちょっと次回かな、次回までかな。いや、でもこうやっていつもね、グッズの打ち合わせするときって、やっぱりメンバーと、あとね、グッズ担当の方とか、あとマネージャーさんとかと一緒にやるときには出てこないアイディアも結構出てくるね、こうやってみんなに聞いてみると。イノくんサイズのパジャマ欲しい。そうね、だから見るもになれるパジャマだって。だフードつけて、こうやってつけたらこう角ついてるってことでしょ。それいいじゃん。フードつけてね、上はパーカーフーディーにして、フードつけてフードかぶったら角がついてるみたいな。ね、でサイズは俺のサイズだから、実際着てみたら、あ、イノくんって意外と太ってるんだなとか、あ、イノくんって私よりずいぶん細いのねとか、伊野君って、あ、肩幅あるんだなとか、そういうのは体感できるね。まあ、でもそれは本当に実際結構まだ確認しなきゃいけない事項が多いから、まあ、確実にできるかどうかは正直わかりません。皆さんの意見を受け取りながら。何個作るの？個数は、まあ、一応制限はそんなにないけど、ねえ、10個も20個も作るっていうのはちょっとね、問題あると思うから、まあ3個ぐらい、3個、
4個ぐらいかなと思いますけどね。うん。昨日ちゃん、昨日解体キングダム見たよ。ありがとう。指輪って、指輪って人結構いるのよ。質問箱で募集した時も、指輪って書いてるけどさ、それって俺のサイズの指輪ってこと？誰のサイズの指輪？指も結構サイズみんなあるじゃん。ネックレス欲しいとか。あと婚姻届とかもあった。これどういうこと？ゼクシーについてるやつみたいなこと？そういうこと？ゼクシーかなんかと勘違いしてない？俺のグッズ。あ、ミュージカルの内容が結婚だからだ。ああ、俺より台本読み込んでますね。だからみんな指輪って言ってるんだ。みんなの方がちゃんと台本読み込んでるね、偉いわ。指輪の物語だからだよって。え？火山に捨てに行くの指輪。指輪サイズむずくの、指グッズ指輪出すのさ価格帯とか考えてる？価格帯ねえ、1個100万みたいな、すんごいことになっちゃうよ。指輪でもね、300円の指輪なんかちょっとすごいの、本当に。まあ言い方悪いけどリチープな感じの指輪つける？みんな。いやだから指輪をネックレスに、ここに指輪でネックレスしてんでしょ。俺やだよ、ファンの子がみんなここに指輪のネックレスしてたら指輪用のクッションってどういうこと？指輪置く用ってこと？アクセサリー置きってことか。自分で指輪買ってもわかんない、流れちゃった。そうなんだ。全員が異能の嫁ってこと、辛くないそれ。アクスタは全然作れる、ただ衣装問題があるんだよね。だからそのハネムーンインガミンエベガスのミュージカルの衣装はもしかしたら使えないかもしれないね、アクリルスタンドに。そうなってくると何の服着るみたいな、その普通の何着るみたいな話ね。まあ結婚がテーマだから、まあ、タキシード着るとか、そう題材に寄せることはもちろんできると思うけど、アクスタは多分全然作れる。寝ちゃいそう。いいよ寝て、寝なさい。お茶碗、コップ本当にミルモ好きだな。ミルモのコスプレしたアスカスタって、それミルモさんの方に許可取んなきゃいけないから。フライヤー入れって何？フライヤー入れってフライ紙か。いろいろあるね。でも今みんな、あの皆さんの意見、グッズ担当の方も聞いてくださってるから。花束、花束もいた、ちょこちょこ増加の花束みたいな。花とかってどうなの？なんか売ってるよね、あのボックスに詰められた花みたいな。まあそこはそれ売るのはちょっと面白いかもしれないね。なんかその花をデザインして作ってる過程を動画回して、俺がこう選んで作ってそれと同じものを販売するとか、面白そう。身につけられる系が欲しい。みんな結構
重めだね。マネージャーさんが覗いてたから手振っちゃった。遠征グッズ結構いろ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 なの出てくるんだね。あ、出てきた。うん、喋っちゃったけど今まだやってるよ。まあでもひとしきり出たかなみんな。うん、意外とでも指輪とか多いのよ。指輪とかネックレスとか。でもむずくない？指輪ネックレスとかやっぱデザインっていうかなんつうかさ、なんかちょっとチープなものになっちゃうのはなんか嫌じゃん。そうすると値段すごい上がっちゃうと思うし、あとサイズ問題、みんな指の太さ違うしね。あと鏡も多いね。やっぱり鏡とか櫛とか、やっぱ鏡と櫛がこうやってパカパカのセットになってるやつとか、俺小学生の時しか見たことないけど、そういうのってこと？匂い玉って何？怖い。匂い玉って何？フレグランス的な。前髪クリップって何？わかんない。リップクリーム、そう、やっぱ化粧品関係はあの、そうね、まず服と同じでちょっと確認事項が必要ですね。手が綺麗なので型取って置物とか。怖すぎ？よ俺の手の型取ってこうやって家にこうやって置いてあるってことでしょ？こういうの。どの何に使うの？俺の手こうやって置いてあるってことでしょ？家に。あ、こういうところにアクセサリーかけてくってことかな。で伊能くんのそういうの作れんの？伊能くんの手をかたどったアクセサリー掛け、多分作れるの？すごいね。かたどってしまえば、あー俺やだよ、怖くない？みんな真剣に考えてる？でも何個か候補出せばインスタグラムの投票機能を使ってみんなに決定権を委ねることも可能だけど、怖いよね、バランス取れるかどうか。最終的な決定権はやっぱり俺が持った方がいいってことだよね、きっと。俺の手の方のやだよ、やだ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 な。うん、あ、マニュケア。なんか爪のケアのやつはさっきの打ち合わせちょっと出たね。でもそれもやっぱりちょっとやってみないと。パジャマちょっと確認しますよ。参考程度にしたらもう参考どころか、もうみんなの意見にもう丸のっかりですよ。もう自分の中からもうなかなか出てこないから、アイデア。お香とかもあるんだね、匂い系ね。あ、そう、ネイルオイル。ネイルオイルは出た。なんかその、いや、もちろん、リップクリームとか、ハンドクリームとかで一緒で、すごい確認しなきゃいけないことが多いから、本当にできるかどうかわかんないけど、もしもそれが OK だったら、あの、ネイル、オイル、みたいな。うん、ねえ、そしたら、俺の手で宣材写真いっぱい撮ってね。会場の壁に貼りまくって、自分のハネムーンインベガスのポスターよりもそっちのポスターばっかりあってとかね。バスボムも結構出ますね。あの質問欄のとこにも結構出てたバスボムも。たでも入浴剤、カトゥーンかなんかの、カトゥーンだよね、ライブのグッズで出してたよね昔。中丸くんのプロデュースグッズかな、ちょっと。あ、セクシーゾーンも出してた。だからまあ可能は可能だと思います。うん、伊能ちゃん考えながら話すと目を閉じる癖あるよね。そうなんだ、いろいろなことを思い出してたら目つぶっちゃうのかもしれない。うん、
絶対指輪やろうがいるんだけど、いや絶対やだよ、絶対指輪やだよ。ビールグラスって、まだビールね、お酒飲めない方々もいらっしゃいますからね。唇めっちゃカサカサしてる。ちょっと本当に加工を通り越しても加工を通り越してまでカサカサしてんだけど、俺の唇。リップ欲しい。うん、使ってなくなるの嫌だ。いや、なくなるからいいんだよ。でもそのぐらいですかね。エコバッグ、バッグね、バッグも全然作れると思うよ。ランチバッグとかも多分作れると思う。でもランチバッグとかエコバッグとかだと、俺の肖像を入れるか入れないかみたいな。入れないとしたら、じゃあどういうデザイン、もちろん肖像入りでって言ってるけどさ、俺の写真入ってるさ、トートバッグさ、嫌じゃない？俺、すっごい、なんて言うんだろう、よく T シャツとかでさ、まあ、昔の著名の方とか歴史上の人物とかさがデザインされてる T シャツみたいな感じで、伊能の写真をデザイン落とし込んでいくぐらいしないと社会に紛れないよね。シルエットとかにした。いや使うよ使うよって、今テンション上がって言ってるかもしれないけど、俺の写真って言われないか、会社とかで。どうしたんだそれ、何それって、まあ、今ねあんまり否定をしない世の中だからさ、おいおいなんだよそれ、そんなもんで会社来んなよとかっていうことは言われないとは思うけど、何それっていう感じにはなっちゃうと思うんだよね。伊能丹という強い意志を持って使えますよって、そんポロありがとうございます。結構やっぱミルボーはもうずっと出てくるね、ミルボーミルボーミルボーって。でもミルボーも確認しますよ、確認しますよ。ただブルーノマーズはゴリゴリ自画像入ってたっていう、ブルーノマーズ行った、ブルーノマーズ買った靴、 T シャツ、ああ入ってた、ブルーノマーズ、いやブルーノマーズかっこいいやろそりゃ。ブルーノマーズキティちゃんとコラボのやつもなんか出てたよね、パーカーとか。ユウトが言ってたね、 SNS インスタ上げてたよね。いやだから俺の肖像入れる場合はなんかちょっとなんか社会に溶け込むデザインにしないと無理かなって感じかな。あー意外と結構いい時間経っちゃった。もう結構みんな意見吸い上げられたかな。ヘアピン、ヘアピン全然作れる。マカロン、食品はハードル高い。ストラップ、まあストラップは多分作れる。クリアファイル余裕。ラップ、サランラップってこと？サランラップ無理、難しいんじゃないかな。スマホケース、スマホケースサイズ問題あるじゃん、みんな使ってるスマホ違うから。パーカーで帽子が見るもん、それは確認します。前髪クリップ、それも多分作れる。いい大人なのでミルボーかぶれない、俺も。ハンカチ、ハンカチは多分作れる。歯ブラシ、歯ブラシどうなんだろう。ヘアオイル、ヘアオイルはあのリップとかその辺と同じでちょっと確認必要。でもいけたら作れる。山田涼介、無理じゃない。スマホリング指輪、スマホリングも多分作れる。ルームフレグランス、ルームフレグランスっていけるんだっけ。
まあいけなくもない。印鑑ケース使う人限られない。うん、リストバンド、リストバンドとかも作れそうだな。ネックレスはちょっとなんか俺があんまりの 気が乗らないな。棚、お前グッズで家具売るやつ誰がいるんだよ。スマホリング欲しい。いや意外とスマホリング使う人いるんだ。でもスマホリングだったら俺のスマホ使えないから難しいな。うん、ポーチが欲しい。ポーチとかは作れる、作れるけど、ただ俺の肖像ポーチとかであんまり入れたくないなっていう。入れたらなんか使い普段使いそれこそできなくなりそうじゃない。なし。あ、ごめん違う、しおりだ。梨は俺がなんかまず農地を買わなきゃねいけない。農地買ってね育てなきゃっていうんで、しおりは全然作れる。シュシュ、まあシュシュも実績ありますから作れますよ。大ちゃんので作ってたからね。かぶっちゃわない？あんまかぶりとか気にしないタイプか。梨やばい、ごめん、俺がですねしおりと漢字読み間違えた。タンブラー、タンブラーも作れる。ブックカバー、ブックカバーも作れる。うん、ごめん、なしみんなつぼっちゃった。お菓子、食品系はちょっとハードル高いよね。一番高いんじゃないかな。一番高いような気がするね、食品系は。シールは全然作れる。ネイルシール、何が違うの、ネイルシールとシールって。サイズが違うだけ。ああ、小さいサイズで作ればいいってことか。まあ詰め合わせに入れればいいってことだよね。そのステッカーの詰め合わせで、爪に合わせた、ごめん爪に合わせたが詰め合わせに読んじゃった。でもまあシールと一緒でしょ、サイズちっちゃくすればいいってことだよね。カトラリーって何。ああ、フォークスプーンってことか。ごめんね、無知で恥ずかしい。手袋は多分衣服と同じハードルじゃないかな。うん、傘、いや傘はやめといた方がいいと思うよ。傘とかって結構ああいうのって、その要は専門的に作ってるとこじゃないと作りがねえ、ちょっとあと値段が高くなっちゃうと思う。やめといた方がいいと思う。目覚まし時計も結構いるんだよね。目覚まし時計今みんなスマホじゃないの。そういうことじゃないってことか。普通に時計で欲しいってことか。いやでもそういうなんか時計とかってさ、なんか要は仕組みっていうかね、あれが結構なんかちょっとチャチになりやすそうな気がする、個人的な感想だけど。イヤーカフ俺が欲しいからちょっとあり。イヤーカフは俺が欲しいからちょっとありだね。ストローか。うん、ひのちゃんの声での目覚まし。ああ、なるほどね。声俺の入れてってことか。それ、まあ多分、まあ、ルールっていうか、モラルの問題はもちろんあるかもしれないけど、自分のスマホでやろうと思えばできちゃう。よね。でもまあ、ルールがあるから、やめてねって話だと思うけど。マドラー、コップ、枕とかクッションとかってどうなの。中綿が意外とお金かかるよね、あれって。だからクッションカバーみたいな感じでカバーだけ売ればまあ値段まあ3、4000ぐらい肖像つけて俺のあ、肖像もかなってクッションカバーで、中綿はみんなそれぞれ買ってねっていうサイズ、一般的な販売の四角いクッションにして。抱き枕カバーだって。俺のこと抱き枕にすんの。こんなもんかい。みんなパンツってそれ普通にズボンってこと、それとも普通に下着ってこと。それメンズでいいのかな。
スマホスタンド。だからスマホはね、俺なんかその結構違うじゃんみんな型で。だからあんまりスマホ系のやつは個人的には作りたくないなっていう。猫の首輪もニッチすぎない？ぬいぐるみはね、時間かかるから多分無理だね今回は。金太郎飴、金太郎飴いけます？切っても切っても異能が出てくる。だから食品がやっぱりまず一個結構確認事項あるから、一応確認はするからけど、難しいかもしれないですね。スマホショルダーはケースはなくていい、ショルダーだけ、紐だけ、絆創膏、絆創膏もいけんじゃないかな、ティッシュもいけると思う。舞台写真はね、これね多分難しいと思うんだよね。舞台写真は多分ちょっと難しいと思う今回。のれんって、のれんって舞台でもやるんですかね、え先輩からもらえみたいな話あるけど、え、俺のれんどうしよう、のれんってどうすればいいの、のれんってみ買う、あれってなんかもらえみたいななんかあるよね、作ってもらえみたいな、誰に頼む、福田さん、福田さんに頼む、違うか、確か、いやでも松岡くんとかになってくるね、いやでも松岡くん申し訳なくない、松岡くんに作ってもらう、確かに水木さん、この間チャリーとチョコレート見に行った時も水木さんもなんか可愛いのれんだった、のれんの前で写真撮った、ああいうのって自分前のカラフトおじさんの時はなんかグループで作ったのれんみたいなのを使ってたからな、ちょっとグッズの話じゃなくてなんか違うところに、松岡くんに頼もうっていうのと、高木に作ってもらおうとか、矢部くんに作ってもらおうとか、平田さんとか、松岡くん以外はめっちゃ気楽だわ松岡くんも絶対に頼めば作ってくれるんだけど、やっぱ大先輩だからちょっと気使わせちゃうなっていう、矢部にお願い、気楽だね矢部も、ねえ、ちょっと俺は今思い出したわ、高木亀梨くんに作ってもらったんだって、高一さんはもう俺本当にかあのドキドキしちゃうからダメよ、ちょっとのれんの話はこちらでやりますよ、忘れてた、平田さん気楽なの、平田さんは大丈夫でしょ、みんなにちょっとずつ書いてもらおうっていう、そういう寄せ書き的な考え方ののれんってそういうのあるのないよね、あ、ゆうとは加藤茂明くんだって、明治大学の先生にお願いしようって、おもろすぎ、みんなね先輩から頼んでるのに俺だけ明治のお世話になった大学の教授にのれん作ってもらいましたって、そっか、のれんは考えます。グッズも皆さんいろいろご意見ありがとうございました。そろそろ結構長い時間やっちゃったんで、ケイトに頼もうって、ケイトは後輩だぜ、後輩でもいいの、まあそういうしきたりとかないのか、いやー皆さんありがとうございました、グッズのお話、まあ、またちょっと、まあ、この後も打ち合わせを重ねて、まあ、できるものできないものっていうのがあると思うんで、またそれもご相談 ご報告させてもらいます、まあこのインスタライブ内でできるんじゃないって言ってたものは多分あまりこうハードルなくというか、まあ、ここからの期間だったら多分問題なく作れるんじゃないかなっていうもの
だけど、まあ、それ以上のものもちょっとチャレンジしたいなっていうのがあるんで、まあちょっと服だったり帽子だったりとか、それこそ化粧品関係だったりとか、その辺のものもちょっと確認してもらうので、で確認が取れたらその中から選んでこういうものを作りますっていうお話ねしたいと思います。皆さん本当に貴重なご意見ありがとうございました。とても勉強になりました。皆さんの意見を吸い上げて素敵なグッズを作れるように頑張ります。でもグッズ以上にお稽古頑張ります。皆さんありがとうございました。美味しい夕飯食べて、しっかり歯磨いて、お風呂入って、大好きだよだって嬉しい、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさーい。まあまだ寝ないか、スクショタイム、いやそんなものはない、勝手に撮ってくれ、バイバーイ。